ていうことでコンテスト契約第2弾、前回に引き続きスミスビルダムで活動していくぜ。もしかして今回も私の出番ないです。新居、洪水で家が倒壊した。大事な思い出の品はほとんど全部運び出せたが、新たな住まいを建てる必要がある。作業を始められるように必要な設備と資材を届けてくれないか。契約の内容としては、改修中の家にレンガを2つ届けることなのだ。方法だったら ANK で行けばなんとかなりそうだな。結構距離あるな。一回行ったことあるから大丈夫大丈夫。それでは頑張ってなのだ。よしよし、それじゃあ行き、もうええぜ。急に一人称になったってことは、一人称のままクリアする契約かこれ。さっきのでもう懲りてんだよ。連続で撮影してるんだから本当にやめてくれないかな。ドンマイが過ぎるな。いや普通にきついんだけどこれ。終わってんなこの契約マジで。でもでも大きいトラックだし視界は広いし、でまあ大丈夫では。ほとんど舗装路走るんだしさ。そうかもしれないけどな。まあ確かに視界は広いし道も安定してるから酔わないかな。そこが懸念だったのね。まあね、だってあの時本当にきつかったもん。あの縦揺れはな、始めたばかりのシーオブシーブスを思い出す。わお懐かしいの出てきたな。あれ始めた当初本気で酔ってたからね。ゲームなのにマジの船酔いするんよな。おう、10倍速だけど全然揺れてないじゃん。これなら大丈夫じゃね。視界の広い ANK と綺麗な舗装路に感謝だぜ。石はボロボロしてるんだけどね。ここって洪水が起こったんだよな。今回の契約内容にもそんなこと書かれてたな。なんで山の方に石が転がってん。そういう場所なんだよん。そうか、そういえば報酬は。あーそうだった忘れてた。9分30秒未満で3750、11分未満で1800、11分以上で1050だな。時間内にはいけるけど報酬がちょっと少ないね。まあここも頑張ってるんだよ。それはそうだな。さてもう少しで目的地だが。ゲート付近までも打ったのか。まあそのさらに奥なんだけどな。おっここだここだ。そこが目的地の入り口か。そのはずだぜ。だけどここからはオフロード、縦揺れが結構続くかもしれない。まあ少しくらいなら大丈夫でしょ。その少しが今はきついんだよ。頼むぜ ANK、 できる限り丁寧に走ってくれ。お前の技量次第なのでは。まあここ曲がってまっすぐ行けば着くんだけどね。意外と近いやんけ。っていうことで到着。やばいな、時間かかると思ったが結構早くに終わってしまった。あれどうしたん。お前、レンガは持ってきたのか。あ、こいつ積みに間違えやがったな。コンクリート板持ってきてた。ブロックじゃねえのかよ。2個持ってこいって話だっただろ。うわー、やり直しだ。なんか腕がやばいんだが。チーズやん。チーズで運転してるのか私。なんか急にこうなってたんだよね。初めて見たわ。こういう何の支障もないバグなら大歓迎なんですけどね。ドラモンド等のタスク直らんのか。ソロプレイでもダメだったからな。まあ近場に行った時にもう一回確認してみるさ。その前にまずはこいつ始末しないとな。完全に自業自得なんですけどね。それは言わないでくれ頼むから。とりあえず10倍速でお送りするぜ。まさか積み荷を間違えているとは。珍しいよな、マリサが積み荷間違えるって。ぼーっとしてたんだろうな。っていうか一人称が嫌すぎて。それとこれとは話が違う気がするが。いいんだよそういうことで。っていうか本当になんで間違えたんだよ。レンガ2つなのにコンクリート板1個って。マジでわからん。なんか他の契約見てて間違えてしまったのかな。相変わらず手がチーズなんだが。この契約中はずっとチーズだったよ。最初からチーズだとは気づかなかったけど。道中で気づいたんだな。気づいてから気になって仕方なかったわ。よしとりあえず近くまで来たぞ。あとはもう一回ここ通るだけだな。道のりは長いけど安定してるなやっぱり。さすがに舗装路だからな。次からは契約内容をしっかり確認しましょうね。基礎中の基礎なんだけどね。すいませんでした。だけど時間は余裕だったな。ああ、そういえばそうだな。9分未満達成だから最高評価にはなってるか。よしてことで今度こそ納品。世間ではこう言うだろう。重要なのはどんなにひどい倒れ方をしたかではなく、再び立ち上がれるかどうかだ。俺はまだ立っているぞ。ありがとう、恩に着るよ。新築祝いには君を招待するからな。行けたら行くわ。絶対行かないやつじゃないですかそれ。ああもう一人称はいいからな。次は三人称でやらせてくれ頼むから。今度は三人称ですよ。大丈夫です。よしじゃあ次行こうか。積載場所がさっきの契約の近場にある。なんでこれやってしまうぜ。まあこれがスミスビルダム最後のコンテスト契約なんだが。沈没、おじが好きわけのない人でね。基礎工事は手を抜くなってみんなから言われてるのに、彼はひどいケチなんだ。おかげで家が流されそうになってる。助けてやってくれ。何してんだそいつ。契約の内容としては、浸水した家にコンクリートブロック2つを届けることなのだ。コンクリートブロックな。よしよし覚えたぞ。うん頼むわ。今回の契約は200ダメージを受けると失敗となるのだ。うわマジか、丁寧に運転しないとな。では頑張ってなのだ。よしそれではやっていくぜ。今回は一人称視点じゃないから完璧。楽でいいぜ。今回の報酬金額だが、8分未満で4350、10分未満で2100、10分以上で1250となっている。ほうほうそこそこいいんだな。まあそこそこな。だけど大丈夫そうか。ここから目的地に向かうと結構危険な道を通らないといけない。近道するのであればだが。まあなんとかなるっしょ。それが一番怖いんだ。今回同じ道しか通ってないな。ああ確かにそうかもしれないね。まあ往復してちょうどいい契約だし。行った先に契約があったもんな。しかしダメージ200か。お前の場合結構
をぶつけてるから注意な。多分全ダメージが対象になるよな。それだったら気をつけないと。だがその辺の小石は防げん。あれは不可避でしかない。できれば危険な道は避けたいが、これはコンテスト契約、ちょっと冒険させていただきます。まあここからの近道ってなるとそこだよね。そのどぎつい勾配どうするんじゃ。昔ここ走って失敗したんだよな。動画にはしてないけど、だが今の私は昔とは違う。ここでローマイナスをしよう。ゆっくり降りていくことにするぜ。大丈夫、それ滑ってない。ウィンチでごまかします。ウィンチ使ったらごまかせないでしょうが。いやでもこれ突破できたかな。よしよし、もうここからは安全だ。昔失敗した形跡が残ってますね。生々しい事件でした。確かこれが木造の橋を直してた時だったかな。本当に序盤じゃねえか。そんな時もありましたね。今はだいたい4分か。制限時間までまだ4分もあるし、ここでだいたい6割だから余裕かな。あとはこの先にある沼道に足を取られなければ。あったな、そんなの。でも私が使っているのは AMK。スミスビルダムの沼道などどうってことないわ。ちょっと失速しましたね。気のせいですよ。とはいえ今のところ順調だな。ダメージ1回ももらってないし。そうなんだよね。まあどこかでもらうと思う。切ったそばからこれだよマジで。意外とダメージは少ないのね。てか上のバーってそういう意味があったのか。これがダメージメーターみたいなもんか。ゲージがマックスになると契約失敗になると。多分そういうことだろうな。まあ横転しない限り大丈夫やろ。沼道も余裕だ。一体んだって本当に。うわー、いいダメージ入ったな。何があった？わからん。地下なんかあったんだと思うけど。腹底のダメージ本当にえぐいよな。あ、でも目的地もう目の前じゃん。さすがにもうダメージをもらうような場所はないだろう。警戒は怠らないでもろて。しかしこんなところによく家が残ってたな。周囲がこんなになっても同じ場所に住もうとは思えないが。ケチなんだから仕方ないさ。あ、そういうのあるのか？やべ、ちょっと足を取られた。意外とそこは深そうだな。まあウィンチが繋げられればなんとでもなるんだけどね。よしてことで目的地到着。ダメージ半分もらったけどまあいいか。君みたいな天使がいてくれて本当に助かったよ。これで四千度のおじも懲りてくれたらいいんだけどね。終わったー。お疲れ様です。これでスミスビルダムのコンテスト契約は完了になります。はあ、今何パーセントまで進んだんだろうか。ではちょっと確認してみますか。私は契約回収しただけだからな。そんなに進んでいないかもしれん。まあ見てみようぜ。了解しました。これが今の達成状況ですね。ミシガン州は 93% となっています。お、そこそこ進んでるじゃん。残ってるコンテスト契約はアイランドことドラモンド島に1個ずつか。あと2つならなんとかなりそうだな。どんな契約なのかわからないから少し怖いけどね。何にせよコンテスト契約はもう少し。タスク契約もそんなに数は多くない。本格的に 100% が目前なのだ。長すぎんだよな。契約数多すぎだよマジで。ということで今回はここまで。また次回のお楽しみなのだ。バイバイなのだーん。